支援会は今回はハンネマン先生とマヌエラ先生の見ます。だからハンネマン、あれはあなたが余計なことをするから。めっちゃ怒ってるやん、マヌエラ先生。いや違う、そもそも前提が異なるのだ。我が輩は君のことを考えてだな。いい加減にやめましょう。どうしていつもこうなるのかしら。仕方あるまい。どうやら我が輩と君はどこまで行ってもソリが合わぬようだ。ここまで相性が悪いというのはもはや宿命と思うほかあるまい。嫌な宿命ね、それ。しかも徹底的に憎み合うならまだしも、喧嘩して和解しての繰り返し、疲れるわ。確かに、いつまで経っても同じやり取りを繰り返してしまっているな。ほんと労力の無駄だわ。何もかもちぐはぐなのよ、私たち。ねえハンネマン、私聞いたことがあるんだけど、似た者夫婦は良い夫婦って言うでしょ。あ、趣味や価値観が似てるとうまくいくって。でも逆に、何もかもちぐはぐで性格がずれている夫婦も悪くないそうよ。お互いの欠点を補って支え合えるから、ちょうど収まりが良くなるみたいなの。でも全く信じられない話よね。私たちがこんなに苦労しているのに。わかりませんよ、うまくいくかも。簡単に否定するのもどうであろうな。例えば我が輩は掃除は得意だが料理は苦手だ。一方君は掃除は苦手だが料理が得意だ。それぞれ苦手なものを頑張るより、我が輩が掃除、君が料理と分担すれば楽である。まあ確かにそういうのはうまく回るかもしれないわね。二人の能力を足して等分すれば、少なくとも家事の面では問題が生じない。その調子で我々がいろいろな面で少しずつ補い支え合っていければ案外うまくいくのかもしれんぞ。我が輩とマヌエラ君であればな。そうね、そうかもしれないわ。私とあなたがってどうしてそうなるのよ。え、お似合いかもしれんぞ、この二人。夫婦になった方がいいみたいな話になってるじゃない。ありえないわよ、そんなこと。まったくもう。なぜ我が輩が怒られねばならん。言い出したのは君の方だろ。また始まったよ。私はうまくいくなんて。はい。じゃあ、メルセデスとイリッツァ先生の支援会話見ていきます。もう一度あなたに会えるなんて思っても見なかったわ。ああ、本当に懐かしいわね、エミール。エミール、こうしてお話しするのは何年ぶりかしら。お前がバルデルスの家を出た時、私はまだ8つの子供だった。いや、思ったんだけど、エリット先生の声って酒焼けしてない？大丈夫？私もあなたもすっかり大人になってしまったわね。だけどそのお菓子が好きなのは変わってないみたいで、なんだか安心したわ。氷菓子が好きってね。あ、今回シュークリームだ。久しく食べていなかった。そうよね、だってこれの作り方は世界で私とお母様しか知らないんですもの。あ、シュークリーム美味しそう。お、口の周りにお菓子のかけらが。浮いてあげるからじっとしててね。やめてくれ。今だけはお姉ちゃんらしいことさせてくれたっていいじゃない。メルセデス、お前が愛した私はもういない。たとえあなたがどんなに変わってしまっても、あなたはずっと私のたった一人の弟よ。お母様にとっても私にとっても、あなたはかけがえのない家族なんだから。母上は息災か。よかったら今度お手紙を書いてあげて。
きっと喜ぶわ。そうだな。あーよかったね、メルセデス。お母様も私もずっと後悔してきた。あなたも一緒に連れ出すべきだったって。バルテルスのお家にあなたを一人で残していくつもりなんてなかったのに。いや、お前だけを連れ出した母上の判断は賢明だった。後継ぎとなる私を連れ去れば、父は血眼でお前たちを探しただろう。そして見つかればお前たちは無事ではいられなかったはずだ。お母様も同じようにおっしゃっていたわ。確かにお父様ならそうしたでしょうね。そのあなたの話は聞いているわ。バルテルス家の人たちを殺したって。私を恐れているのか、それとも蔑んでいるのか。ううん、そういうわけじゃないわ。でも人の命を奪うのは良くないことよ。それがわからないあなたじゃなかった。だからずっと理由を聞きたかったの。どうしてお父様を殺したの。殺したかったからだ。もうすぐにそうやってはぐらかす。あなたってこういう時恋に出るのよね。うん、言いたくないなら聞かないわ。いつか言ってもいいと思った時に教えて。やっぱり家族一緒になりたかったのかな。お母さんとメルセデス戻ってきてほしかったとか。いつか話す時が来るかもしれない。これは B で聞けますか、 A で聞けますか、どっちですかね。期待しないで待ってるわね。ちなみにイエレッツ先生26ご年齢、メルセデスは28。てかそっか、5年後になってアラサーになってんのか。メルセデスで2歳上のお姉ちゃんなわけね。じゃあエーデルちゃんとフェルディナントのシーン英会話見ます。この光輝綺麗渋みやはり紅茶はこの産地に限るな。紅茶飲んでるよ。フェルディナント元気そうね。元気そうねとはどういう意味かね。私はいつだって元気だと思う。もしや血統のことを気にしているのかい。であれば全く心配ないさ。本当に？それならよかったけれど。何？私とてあの時は落ち込んだよ。私が強敵と目視、時に上回っていると思っていた相手の足元にも及ばなかったのだから。だがそこで折れるようなものは貴族足りえない。力が足りなければ努力し続け、優秀な存在になる。それこそが貴族なのだよ。そう、確かに元気そうね。あなたのたゆまぬ努力も素晴らしいと思う。だろう。いつか私があなたを超えた時には、今度こそ決闘で。でもずっと言いたかったことがあるの。私はあなたが貴族であることに価値を感じないわ。あなたが努力し続けることは貴族とは何も関係ない。あなたの優秀さも私が評価し、仲間であってほしいと思うのはただのフェルディナントなのよ。そうか、私も言いたかったことがある。確かに平民の中にも努力を続け優秀になる者がいることは認めよう。だが生まれながらの貴族とはそんな生優しいものではないのだ。生まれた時から優秀であれと求められ、その期待に応えられない者は家を出る。その環境こそが優秀な貴族を生み出し、優秀な貴族がまた厳しい環境を作り出す。その循環なしに優秀な者が継続して世に出ることなどないのだよ。あなたは私の目指す世の形が間違っているというわけね。間違っているとまでは言わないが、より良い形があるのではないかね。あなたがどうしても貴族をなくすというなら、
それに代わるものを私は作る。例えば多くの民に教育の機会を与え、そこから徐々に上に立つものを選ぶとか。環境が人を作る。私はそう信じる。それは合ってるね。民に教育の機会を、そんなことまで考えていたのね。フェルディナンド、あなたみたいな人が私のそばには必要なのかもしれない。強い信念を持って私にまっすぐ異論を唱えられる人が。あ、エーデルガルト。ようやく私の必要性を理解したのだね。元からあなたは仲間として必要だと。こうなったらあなたにこの一言を送るしかあるまい。決闘に敗れた我が先祖ディルクが時の女帝に捧げたという一言。あ、麗しき我が君よ。あ、私を婿とし。そこまで、そこまでよ。フェルディナント、今はまだそういう話をすべきではないわ。エーデルちゃん結婚どうするんでしょうかね。あと、やっとエーデルちゃんとリーンハルトの A プラスの会話です。今日もここにいたのね、リーンハルト。陛下ですか。教団がいた頃は自由に調べられませんでしたからね。そうそう、保留にしていた紋章や遺産の研究機関の話だけれど、やはり予定通りに組織することにしたわ。ほう。それで機関の多さを。結局僕に任せたいというのかな。やれやれ。保留にしてたんだよね。そうではないわ。オサを募集する条件をつけようかと思って。どんな条件なんです。まず他の地位との兼任を許さない。特に領主なんてもってのほかね。そうすると領主がなろうと思ってもなれないということですか。逆よ。帝国の重要な機関なのだから、領地を返上してでもやる人でなければ。それから衣食住は保証するけれど、それ以外の報酬はなし。あとは無制限に休暇を取っていいといったところかしら。ええやん、リーハルト。そんな奇特な人がいるんでしょうか。無制限に休暇ってめちゃめちゃよくない。私はそう信じているわ。いや、おかしいですよね。何ですか、領地返上の上報酬なしって。休みが無制限ってのも随分と人を食った条件ですし。衣食事を保証してくれるんやね。僕しか受けないじゃないか。そうそう。なんで、なんで、なんでそこまで僕のことを理解してるんです。確かに下の者の気持ちを考えてとは言いました、言いましたけど、さすがに理解しすぎじゃないですか。あなたを得るために私が考えた結果よ。困ったな。僕をこれほど困らせた人はあなたが初めてですよ。リンハルト、返事を聞かせて。この話喜んで受けますよ、我が陛下。こういうあのディシティアちゃんの紋章とかもどうにかなればいいですけれども。さて、じゃあ次は、あー、エデアちゃんとディシティアちゃんや。リシティア、体の調子はどう？おかげさまで。自分はどうなんです？調子はいいのかしら。ええ、おかげさまで。ところで小耳に挟んだんですけど、あんたってゆくゆくは紋章のない世界にするつもりだっていうのは本当ですか？ええ、本当よ。私は既存の貴族制度を壊すつもりでいる。貴族を貴族たらしめているのは紋章の血脈。その価値をなくせば貴族もおのずと消えるわ。いいですね、その考え。すごくいい。私の両親は貴族であるがゆえにとても苦しい人生を強いられてきました。私自身、紋章のせいで真っ当な人生さえ送れない体になった。貴族制度も紋章もうんざりなんです。それらを全て消し去ってくれるなら、私の短い人生の残り全部をあんたの理想のために使ってもいい。リシティア。ねえ、エーデルガルト、あんたの髪の色、昔からそんな色でした。え、
私は違った。紋章を2つ宿したことで髪の色さえ失ってしまったの。あんたにはもう私たちのような犠牲者が生まれない世界を作ってほしい。その役に立てるなら私の命を残らず捧げても後悔なんてしません。分かったわ、約束する。私は必ず成し遂げてみせる。エデルちゃんも髪の色変わったんや。その代わり紋章のあなたも約束し て生きることを絶対に諦めないと、ね、どんな過酷な運命にも私たちなら打ち勝つことができる。そう信じてほしい。どうかしら。わかりました、信じてみます。いい、ね、あーかわいい。お菓子食べる。お菓子食べる。ちょっとあんたね。食べるけど。あーかわいいんじゃ。いや幸せになってほしいわこの二人。はい、では時のよすがをたどり、エンディングです。巨大ヌートホドラの大地に新たな炎が灯される。暴走したレアはついに力尽き、フォドラ最大の危機は回避された。ここに5年半に及んだ戦乱は収束し、次なる時代が幕を開けたのである。帝国、王国、同盟、かつてフォドラを形成した全ての勢力が崩壊し、残されたセーロス正教会の主導によって新たな統一国家が建てられようとしていた。正教会の新たな指導者は同時にフォドラの新たな王となり、戦争を乗り越えて復興を志す人々の大いなる助けとなった。かつて聖者セイロスが戦乱にあえぐ人々を救い導いたように、全ての聖ある者の母として、全ての心ある者の支えとして、女神の塔なのかな、場所は。あ、女神の塔だ。この二人どんなエンディングなの。結婚とかそういうのではなさそうだけど、何をされてるんでしょうか。星を見てたんです。今までは忙しくて夜空を眺めたりとかしてなかったんだけど、もうやることもないし、僕はこれからどうしたらいいのかな。もっとレア様のために働きたかったけど、レア様が許してくれなかったんです。もう恩返しは十分だから、これからは自分のために生きなさいって。どうしたの。レア様が僕に居場所をくれて、レア様のために働いてきて、それがずっと続くと思ってたから、今さらどうしたいって言われても他に帰る場所もないし。そうだよね、パルミラ。もちろんパルミラにも。うん、一緒に旅に出るかい。どこに行って何をすればいいのか僕には全く見当もつきません。やりたいこと、やりたいこと、レア様のために働くことが僕のやりたいことの全部だったから、そうやって誰かのために働くことしか僕にはやっぱりできそうにありません。ねえ先生、もし先生が許してくれるなら、これからは。あ、はい。え、何これ。あ、指輪を知らず指にはめるの。はめてみて。おう、ぴったりだけど、なんでこれを僕に。もう逃げられない。逃げられないって、これ呪術の道具か何かなの。逃げ出したら僕死んじゃう。なんでそんな。じゃあもうここにいるしか、ここにいていいんですか。じゃあここにいます。先生の役に立てるように頑張って働きます。やっぱり僕そういう生き方がショーに合ってると思うし、逃げたら死んじゃうし。
せやね、もうこれ契約や契約。でもこの指輪簡単に外せそう。外す？うん。だと？外しません。これをつけていればここにいる理由になる。そうでしょ？ありがとう先生。僕あなたのこと大好きになっちゃったみたいです。あらー、ずっと前から好きだったよ。あ、なになに、ちょっと可愛いじゃん、可愛いじゃん。明日もここにいられると思ったら安心して眠くなってきちゃった。なんかこの程度だけ、なんかあの年上の綺麗なお姉さんに憧れる男の子って感じよね。ツリル君と先生の関係。先生もゆっくり休んでくださいね。おやすみなさい先生。また明日ね。はい、お疲れ様でした。さてじゃあどんなペアエンドが見られるのか見ていきたいですね。あのアンナちゃんはね、あのペアエンドないのでね、あの外してますね。はい。いやー、これであれか、折り返し地点終わったか。あとは同盟と第4の学級やって終わりだね。まあ長そうだけどまだ。あ、でも分岐ないもんね、多分残りの同盟と第4の学級は。まあ、帝国が一番長かったんやなーって感じでございます。よし、じゃあアンナちゃん、はい。あ、アロイスさんも一人か。アロイスは全ての戦いが終わった後、正式にセイロサキ師団団長と就任した。彼の人から多くの部下に愛され、セイロサキ師団はこれまでにない強い結束を見せる。そんなセイロサキ師団の活躍ぶりは、ジェラートが団長を務めた時代を忍ぶほどだったという。マナエラ先生も一人だ。ガラグマ校を出たマナエラは多大な戦果を被ったとある町に移り住み、そこで学校を開く。あ、これは見たね。町の学校に尽力しつつ、子供らが生ける術を得るために教鞭を取り続けた。彼女は生涯独身を貫いたが、多くの子供に囲まれ騒がしくも幸せな晩年を過ごしたという。あ、マリアンナちゃんも一人だ。呪縛解けて前、自由に持ったマリアンナはコドラの危機を救った英雄として領民から熱烈に迎えられた。義父も彼女の才能を認めて次期領主として再教育。武器よりも言葉こそが力となるという義父の訓導を受けた彼女はコドラ屈指の弁論家へと変貌を遂げ込む。おお、静かな子からおしゃべりな声になるってことですね。ちょっとある意味見たいけど。ああ、この二人、メルセデスとアネット。アネットは故郷フェルディアに戻り、魔導学院の講師として教鞭を取る。一方メルセデスは家を飛び出しガラグマ区の修道士となった。二人は毎日のように手紙を交わし、嬉しいことも悲しいことも自らの身に起きた出来事のように喜び悲しんだという。数十年の後、アネットは教職を辞してガラグマ区へと移り住む。メルセデスは親友との再会を喜び、アネットと二人城郭都市の小さな家で気ままに晩年を過ごす。それは決して裕福な暮らしではなかったが、二人の間には最後に明るい笑顔が絶えなかった。あれ、これなんか王国の時見たような気もするけど。あ、でフェリックスとシルバーね。終戦後ホドラ各地では小競り合いが続いていた。戦いの場が残っていると知ったフェリックスは貴族の身分をして剣一本で身を立てる道を選ぶ。それから十数年後、傭兵として彼を雇ったのはゴーティエ辺境伯の爵位を継いだシルバーであった。2人は再会を喜ぶが、道を違えた彼らの運命がそれ以上交わることはなかった。仕事を終えたフェリックスはゴーティエ辺境伯領を離れて再び流浪の旅に出る。シルバーのもとにフェリックスのものとおぼしき、一身の剣が届けられたのはそれから数年後のことだったと。へえ、王国ルートでもさ、この2人のエンディング見たけど、また内容が違うね。さあ、あ、カトリーヌさんとシャミアさんだ。セイロサキ師団を辞めたカトリーヌとシャミアは改めて互いの生涯の相棒と定める。そして2人だけの気ままな旅に出たが、彼らは2人で1つであり、2人が道を違えることは二度となかった。彼らはホドラ各地を渡り歩き、海を越えてシャミアの故郷ダグザまで到達した。その途中ではさまざまな困難が立ちはだかり、あるいは自ら事件に首を突っ込んで人助けをすることもあった。なんかカトリーヌの雷霆が震わり、シャミアの矢が放たれた後に立っていられた時などいなかったという。へえ、リンハルトとカスパル。爵位の継承権を放棄したリンハルトと家を身一つで飛び出したカスパル、二人は戦後気ままな放浪の旅に出る。あ、これなんか帝国ルートで見たかもな。ホドラ各地を巡り、時にはホドラの外へも足を伸ばした。カスパルが行く先々事件に首を突っ込んで問題を起こして回り、その後始末をリンハルトが面倒くさがりながらする。そんな二人の冒険と笑いと眠気に満ちた道中の記録は誰が書いたのか。あ、これ見たよね。はいはい。あ、アッシュとイングリッドだ。これは同じかな。
え、イングリッドは接収されたガラテア領の存続を嘆願し、その新たな領主に任じられた。え、そんな彼女を支えようとアッシュはガラテア領へと赴く。そこで彼女が直面したのは、かつてガラテア家を出奔したイングリッドを見切られるための平岡の視線だった。あ、同じかな。はい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 、あ、同じですね、帝国の時と。あれ、ローレンツとレオ兄ちゃん、これは初めてだぞ。え、グロスタル家の新たな当主となったローレンツはしばらく事業の復興に注力した後、ホドラ全土の統治にも携わるようになっていた。政治家としての名声を得た彼は突如自身の婚姻を発表する。その相手とは傭兵として名を馳せていたレオニーだった。え、彼らを知る者たちは異色の組み合わせに騒然となったが、長く戦場を共にして愛を育んでいた彼らには必然の結果だったらしい。二人はそれぞれの強みを生かしてホドラの繁栄のために貢献、数々の功績を残してホドラの歴史にその名を刻む。へー、面白い。あ、ディステアザのハンネマン先生は見たね。そうだね、紋章学の紋章かな。え、お、セテスさんとフレンちゃんだ。え、フレンは戦後間もなく姿を消したが、セテスはその後も大司教補佐として大修道院にとどまり、教団の権威回復に努めた。かつての厳格さは鳴りを潜め、何事においても寛大な措置を取るよう運営方針を転換。時代に即した教義の改革を妥協なく推し進め、信徒に混乱のないことを見届けてから大修道院を去った。え、それから数百年を経て、すっかり様変わりしたほどに古風な装いの男女が現れる。女は傍らの男に飛びんだ。この時代ではお父様と呼んでもよろしくて、まあキホル様とセスリン様ですよね。これもなんか王国で見たんだけど、あ、ラファさんとイグナーツだ。あ、これも帝国で見たね。あのマーヤちゃんがイグナーツの、あの奥さんになってるっていうやつな。あ、ドロテアちゃんとペトラちゃん。え、故郷のブリギット諸島に戻ったペトラは祖父から王位を継ぐとホドラへの従属状態の解消を宣言。ホドラと友好的に交流すべく動き出す。その架け橋となったが、あ、これも帝国で見たな。ね。うん。過激団の功の捨てを生かして剣をする貴族との障害も、え、厭わず身を粉にして働いた。全てはペトラただ一人のためであったが、彼女はやがてブリギットの人々に受け入れられ、ペトラの最も愛しい人として知られるようになったという。お、フェル君とベルちゃんあったっけこの二人。あ、これも見たね。そうだね。甘えたがいの妻のために彼は頻繁に中央と、次女と行き来するはめになったが、その顔幸せそうだったという。なんか見たな。あ、で最後、主人公とチリル君ですね。でムーンはガルガマークにおいてフォドラ統一王国の建国を宣言すると初代女王の座に就任。チリルは、侍従として、そば近くに、使え、書も全般を統括した。やがて新たな王都に女王が移ることが決まると、チリルも共に行こうとしたが、女王より再び開校した士官学校への入学を命じられ、しぶしぶながらも大修道院にとどまることになった。1年後多くを学んで成長したチリルを迎えた女王はチリルとの婚姻を過ぎ、あ、結婚するんだ。突然のことに周囲は戸惑ったが、誰よりも戸惑っていたのはチリル本人だったという。可愛いですね。これなんかあんまりあれだね、帝国ルートと変わんない感じだから、じゃああとはレア様のだけ見てもう同盟いきますかね。はい、じゃあちょっとね、まだ時間があるので、レア様を指輪の相手に選んでエンディングを見たいと思います。はい、よし、スタッフロールはいいね。はい、これまたなんかアイコンつくのかな。あれ、これ以上つかなかったっけ。あ、つかないね。そうだね。よし、じゃあちょっとレア様のエンディングを見るためにね、進めてこようと思います。はい、では教団ルート最後になります。レア様のエンディングを見ていきます。空の上にいる母と話していました。こうして一命を取り留めたことを果たして喜んでよいのかと。自分は嬉しい。私のあの姿を見てもあなたはそう言ってくれるのですか。ありがとう。あなたのその言葉だけで救われたような心地です。レア様とのエンディングはこの教団ルートじゃないと多分見れないんですよね。あなたに委ねます。あなたが新たな指導者として立つことを皆も望んでいることでしょう。レア様は、私にはもう人々を導く資格などありません。私はホドラの平穏を守るためとはいえ、偽りの歴史を語り信徒を欺いてきました。その上、母に会いたいという個人的な願望のために大司教の地位を利用した。
こうした私の愚かな行いが先の戦争につながったのだとすれば、私は生きていてもよいのでしょうか。あなたに過酷な運命を強いたのも私なのですよ。うん、大きな手、いつの間にかこんなにもたくましくなっていたなんて。時のよすがが私のもとにあなたを手繰り寄せ、運命があなたと私を結びつけた。私があなたを教師として迎え、あなたがそれに応えてくれた時から、この結末は決まっていたのでしょう。いえ、このような言い方はあなたに失礼ですね。失礼とは？あなた自身が下した数多の決断が今という時を形作っているのですから、本当に感謝しています。赤き谷の惨劇以来、私は孤独の中で生きてきました。その孤独を埋めたくて、神祖復活という慈悲に手を染めてしまった。私はあなたに神祖となってほしかった。お母様に抱きしめてほしかった。ですが、もういいのです。あなたさえそばにいてくれるのなら、これを、ああ向こうから来た、この指輪を受け取ってくれますか。私とこれからの生涯を共に歩んでほしいのです。なんか心なしか他の人たちとのエンディングよりもボリュームがあなたも指輪をあるような。嬉しい、こんなにも幸福な日が訪れるなんて。これも神祖ソティスのお母様のお導きなのでしょうか。あなたがホグラの新たな指導者として安寧の世の永続を望むならば、私もこの命が続く限りあなたの知性を支える覚悟です。メスの顔してる。この先どんな困難が待ち受けていようとも、私たちの絆が、いえ愛があれば、これは結婚いきますかね、乗り越えられると信じています。私たちの愛でフォドラの未来を光あるものに。お疲れ様でした。じゃあ最後、ペアエンドがあるかわからないですが、それを見て完結です、教団ルート。さあ、あとは残すは同盟と第4の狼になりましたね。ということで見ていきます。アンナちゃん、アロイスさんは同じだね。マリアーヌちゃんも一人でしたね。おお、リステアちゃんとセリル君見たかった。ディアに戻ったリステアは、父母を助けて領地の復興に努めた。一方セリルは周囲の務めで士官学校に入学、やがてセールス騎士団の一員となる。数年後コーデリア家の爵位を返上したリステアは教団への報告のため久しぶりに大修道院を訪れ、そこでチリルと再会。リステアに思いを寄せていたチリルは求婚したが、彼女は自身の短命を告白して受けようとしなかった。しかしチリルは諦めず、根負けしたリステアは余生を共に生きる道を選ぶ。その後の消息は定かではないが、幸福のまま生涯を終えたとした。めっちゃ辛いじゃんこれでもこの2人がくっつくまでのさ、馴れ初めめっちゃニヤニヤするんだけど、短い文に書いてるけどさ、妄想するといいですね。そっかー、もうここも見たね。カトリーヌさんとシャミア様も見た。リンハルトとカスパルも見たね。まあ、この辺は変わんないかな。あ、ハネマン先生とマナイラ先生ね。あ、戦後そばにハンネマンとマナエラは結婚した。2人の門では多くの元生徒たちに祝福された。非常に印象深いものだったという。ガルグマック大修道院の復興が進むと士官学校も再開。あ、ここは帝国で見たエンディングと一緒かな。うん、でアッシュとイングリッドねいました。でローレンツとレオニーちゃんも一緒で、セテスさんとフレンちゃんで、ラファさんとイグナーツと、まあ、この辺変わんないかな。そうだね。あ、で最後、
エマは暴走したレオを鎮めてフォドロの危機を救うと統一王国の初代王座に就いた。以降ガルグマク大修道院を仮の王城としてフォドロ全土の復興と発展のために力を尽くすことになる。一方一命を取り留めたレアは体力の回復を待って大司教の職務に復帰すると統一王国と足並みを揃え教団の再建と戦災にあえぐ人々の救済に努めた。以降新王と大司教は両輪となって施策を推し進めフォドラは目覚ましい発展を遂げる。人々は二人の功績をフォドラの奇跡と呼んで称えたという。へえ、レア様なんか何二つ名みたいなのもないの肩書き。ということでですね、お疲れ様でした。これにて教団ルート完結となります。最初ねなんか王国ルートと被るところあるんじゃないかなって不安になったんですが、まあ、全然別物でしたね。面白かったです。はい、まあね、レア様のことだったり、自分自身のことがより深く分かったのでね、まあそれも無双に引き継がれてね、よりさらに理解を深めていけるのかなと思いました。はい。さあ、じゃあ次回からね、同盟ですかね。同盟はね、本当にね、無双でも少しやってんだけど、全然分かんないから、彼らのことは。まあヒルダちゃんと、クロード以外のキャラのことはね、大体は分かってるんですけれども、ヒルダちゃんは一番謎の女だからね、私の中では。あ、じゃあちょっとスキップしますか。はい。なので、どういう風になるのか。私の中での、王国と帝国をやった上での同盟の印象は、本当にね、王国と帝国、どっちか強い方についてるみたいな、まあ、なんか言うなれば風見鶏みたいな印象なのでね、あんまりなんかプラスの感情は今のところ抱いてないんですけれども、まあ、彼らのね、内情を知れば、おそらく考え方も変わってくると思うのでね、楽しみにしながら進めていこうと思います。ということで、お疲れ様でした、改めて。さあ、もう折り返し地点ね、折り返し地点はね、もうすでに通り過ぎておりますので、最初に申し上げておくと、戦闘とかでもめちゃめちゃカットしていくんで、残りの2つの同盟と第4の学級については。なので、まあ、そこまでね、長くはならないんじゃないかなと思います、動画全体のボリュームとしては。はい。まあ、今のところ120パート近くやってますけれども、まあ、150、60ぐらいで終わるんじゃないかなと思っておりますのでね、そんなスピード感で進めていきますので、どうぞ見ていただければと思います。それではお疲れ様でした。